言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。BE:FIRSTのファンとしてすごい嬉しいなって思ってるのが、本当に最近ダンスコラボとかも中心にしていろんな人たちとコラボができるっていうところだったりするわけですよ。でこれは初めてですよね、本当に。BE:FIRSTのソータくんが特にいろんなダンスコラボとかをイベントでもやるし番組でもやるしっていうのがあったけど、スノーマンのラウールさんと今回ね一緒にやるという、もちろんラウールさんだけではなく他にも JO1 の川尻蓮くん、 NTEAM の K くん、それから EXILE の直人さん、 DAPUMP の健三さんで、 GENERATIONS の中塚さん、直人さん EXILE っていうか3代目 JSOUL BROTHERS で EXILE 直人さんっていう感じでございますか。はい、でラウールくんがいるのがすごい嬉しいなと言いますか、垣根がどんどんね取っ払われていってるなと思いまして、で多分ね1個前になにわ男子さんの話を動画でしているとは思うんですけど、やっぱね今回そのラウールさんとソータくん共演っていうことになったから改めてベスは見まして、タペストリー見ました。でTVer で見て最初その全体をタペストリー見て、でその後一回巻き戻してラウールくん中心に見て、その後 MV を見てからダンプラを見ましたっていう感じです。でまあね改めてなんですけど、で私はそのジャニーズのタレントさんを追っていた感じではないので、まあそのなにわさんとか他のグループも含めてそんなに知らないんですよ。ニュースのライブをテレ朝ドリフェスで初めて見てそれも感動したっていうのはありましたが、そこからですかね、どっちかっていうと結構興味持ち始めたっていうか、その辺はね。でそのタイミングでいろいろコラボも多いし、トラビスジャパンとかがスカイハイが主催しているイベント、BE:FIRSTとも共演をしてバックステージでもいっぱい写真を撮ったみたいで、そういうのもありましたし、 TikTok もねやったしみたいなところがあって、で今回 SnowMan ですね。ABEX が絡んでいるっていう部分で、事務所的には半分ずつではあるけれども、ちょっと共通点もあって BE:FIRSTと SnowMan だから案外今までも同じ番組に出たりとかっていうのはそれなりにはあったっつうのはねあったんですけどね。で今回それでラウールさんですけど、いやーかっこいいっすね。てか手足がすごい長くて背も高いわけだけど、だから背が高いと結構ダンスするときにそれ自体が結構ね大変だっていう話は聞いたことがあって、でもすごい長身なわけだけど、それで本当に遜色ない感じでっていうか、むしろすごいカリスマ性のあるダンスでやってて、あこの感じなら本当にソータくんたちと一緒に踊れるなっていうのを思いましたし、そうですね。自分はそのオーディション番組のファンなので、そのラウールくんが、例えばその JO1 の川尻蓮くん、で BE:FIRSTのソータくん、NTEAMの K くんっていうことで、K くんも実際結構私推していたりとかした部分があって、で、その流れなので、このコラボはすげえなって思って、ここにそのラウールっていう名前があるのがすごく素晴らしいなと思ったんですけど、で、SnowMan 自体がですね、どっちかっていうと私おそ松さんの映画を見に行って、でもそのスノーマンの知識があんまりない状態でおそ松さんのアニメが好きだったもん で主題歌をねラップちょっとファーティーラップみたいなやつ歌ってて、そのイメージだったんで、そのなんかスノーマンのイメージがちょっと面白い歌を歌うみたいな感じのイメージでいたもんだから、タペストリー聞いてドギム抜かれましたね。めちゃくちゃセクシーじゃんって思って、そうなんか目線とかねそういうのとかもドキッとさせられるなと、同性だけど、っていうところだったりしました。だから本当にこれでなんだか楽しみになりましたし、さらにね、本当になんか12月はねいろんなことが起こって、ベストアーティストでスノーマンのパフォーマンスも見て、でそれで今度の FNS 歌謡祭ではダンスコラボっていう形になるから、またそこからいろいろ交流が深まっていくといいなと思っているし、スノーマンの YouTube のキャンプやってるやつとか見たりとか、そういうのは実はあって、なんか結構その職場にスノーマンのファンの女の子がいるもんで、ちょっと他のジャニーズグループよりは結構スノーマンのコンテンツ見てる量は多いような気は自分ではしてます。ただ見てたのがその YouTube とかがメインだったから、しっかり歌を聴いたのが、今回初めてで、初めてっていうか、その聞いたことは多分あるんですけど、私オリコンとかビルボードを結構見るのですけれど、どうしてもその Spotify とかでジャニーズタレントの曲は聴ける曲が少ないので、なかなかそのチャートの上に入っているなっていうのは目撃しつつで、
でもなかなかね、そこから曲を聴くっていう風に行きづらくて、でもね、やっぱりBE:FIRSTもチャートで上位を取りますけど、大体やっぱね、SnowMan の曲が結構上位にいたりとかして、で YOASOBI のアイドルがすごくね、一世風靡をしていて、ずっと1位にいたところがなかなか覆せなかったんですけど、確かね、2位になった段階の時に、そこで1位を取ったのが確かね、SnowMan だったような気がするんですよ、ビルボードで。ちょっと間違ってたらすいませんけど、その時はね、なんかできれば BE:FIRSTで行きたかったなっていうのはありつつも、でも SnowMan さすがだなって思ったりもしまして、 YouTube の再生回数もえげつないですからね、非常にっていう感じで、だから今後、だからそういう感じでさらにね、いろいろと、まあ、もともとそのね、YouTube とか見ていたり、職場に SnowMan ファンがいたりとか、まあチャートの方でそういう感じのもあったから、結構だから、あと ABEX が絡んでいるっていう部分もありつつだから、まあなんか近しい感じではいたので、でもなかなかコラボしないなと思ってて、なんかなにわさんとトラビスジャパンさんと先にコラボがあって、でも SnowMan なんか難しいのかなって思ったけど、ここに来てそれはあったので、ソーダくんとね、それを普通に嬉しいなっていうところではありましてね。ね、なんかラウル君に関しては、あれですよね、モデルをやっているから、その時にBE:FIRSTとリョウキ君がね、そのモデル的な感じランウェイ歩いたりした部分もあったので、その時にご挨拶とかはしている可能性もあるけど、まあリョウキ君もコミュ力が高いのでやっている可能性があるけど、まあだからそのソウタ君とのコラボっていう、コラボっていうか、そのね、共演ではあるけど、そのBE:FIRSTの他のメンバーとも仲良くしてもらったら嬉しいなと思ったりするところですね。はい。というわけで、なんかちょっとBE:FIRSTお話が多くなりましたけれども、タペストリーの話を、なんかそのコンテンポラリー的な感じですよね。なんかジャズみたいな感じが多いっていうか、でもなんかそのやっぱりなんだろう、この人数が多いんですけれども、ちゃんとこうダンスが、特にターンをした後にこう合ってる感じとかはすげえな、ピタッて止まる感じとかね、あるし、指先まですごいこう神経とやって、それで踊ってる感じもあったりとか、あとあれですね、佐久間さんが髪色の関係で目立ちますね。でもなんかその佐久間さんがなんかそのすごい元気な人で、それで YouTube で見ていたもんだから、このすごいこのアイドルとしてというか、踊って歌っている姿とか見るとなんかまた新鮮で、でも笑顔が可愛いですね。あ、ラウール君出てきたわ。今ちょうど無音で見ながらやってるんですけど、ラウール君がセンターでこう踊ってるとすごいやっぱり映えますね。なんかっていうことで、なんかそうラウール君中心に見ていたところもあったから、2回目で見た時にね、そういう感じで、もう全てを投げ出してもいいからのとこで、佐久間君がこうね、左側にすってきて、それでこうなんかやる感じ結構好きだな。目黒くんがね、やっぱり、そうっすよね。表情いいな、やっぱね。そう、表情管理とか、もろもろ、やっぱりすごいなと思って。でそれぞれ、だから、ストーンズも見て、なにわ男子も見てだけど、その表情とかの作り方も、やっぱり当たり前だけど、グループによって全然違くて、そことか本当にすごいなって思ってて。あ、ラウルくんが今ちょうど来てて。そう、でもちゃんと笑顔とかやったり、カメラとかの位置とか、そうやって確認して、その辺とかやっぱりそう、なんかちょっと目線そらした中からこう最後チラッて合わせる感じとか、これその感じすごいドキッとするっすよね。まあ男だからそのドキの仕方も多分女性の方よりは違うのかもしれないけどね。でもこう佐久間くんがね、やっぱりこうあれっすね、すごいこうバラエティ要素的な部分で見ていたところ多かったから、改めてタペストリーでこうアイドルとしてというか、こうセクシーにやってるのを見るとちょっといいですね。ギャップ萌えってやつかな。はい、てな感じで、はい、ちょっと全員のことは語れておりませんけれども、そんな感じでちょっと見させてもらいました。いや、なんかすごいいいなと思います。はい、そんな感じで、ちょっと、まとまりが悪くて申し訳ございませんけれども、スノーマンについて、まあラウールさんがBE:FIRSTソータ君はじめとして今度共演するっていうことで、ちょっとその流れで語らせてもらいました。まあダンスコラボですから、どうしてもダンスのこと見たかったっすからね。っていう感じで、これはすごいことになるぞと改めて思いました。はい。
はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。